どうも、うかでございます。最近不当のストーレート、俺はもう自分、もう俺がやります。さすがにちょっとそろそろ自分で操作していかないとちょっとやばい気がする。どうも最近ちょっと調子が悪いんで、なんとかそれを払拭するように頑張って投げていきたいと思います。相手は巨人打線、頑張って。相手は大竹投手が先発なんでね、かなり投手戦の予感がしますが、まずは俺は打たれないこと。まずはで、最初初っ端で4点ぐらいなんか打線が奮起してくれば助かるんですけどね。ちょっと期待しておきたいと思います。ただヤクルトの特性としてね、前半はすごい調子いいんだけど、後半からどんどん下がってくっていう予感がしてならないんだよね。まあ、最悪、よっしゃ、俺が最初から先行、行きましょう。俺たち高校だよね。そりゃそうだよ。ふい。オッケー。さあ、内側を押せて、おい。ああいう球入らない。マジか。でも、どうなんでしょうかね。おい。よっしゃ、ファーストフライ。よっしゃ、ワンアウト。橋本。抑えるよ。おい。問題は補給とか、ああまた取れない。よっしゃ、でもして、よっしゃ、ショートゴロナイスキャッチ。助かる。今のを取ってくれたら多分試合変わりますよ、本当に。あれで何本俺ヒットにされたかって話ですよね、本当に。それ助かるわ、本当に。えい！ああ、減らなかった。高め怖っ！ここら辺。オッケー、じゃあ最後で全力ライジングショットを決めるか！低めね。ドワーッ！オッケー、押し込んだ！サードゴロ！よっしゃー！まずはゼロに伝えて、ゼロに抑えて、徐々に立ち上がりです。ゼロゼロ。ああ、なるほどね。さあ、長野。相変わらず4番だね。うい。ちょっと一応警戒しながらね、何があるかわからないんで。うい！今年の巨人はどうもちょっと調子が悪そうなんでね。その分やっぱり大型補強した、阪神と、やっぱ俺がいるかどうか、俺が10勝、12勝、13勝稼いでるかどうかわかんないけど、かなりそれの影響、おーうち、おーすげえ！あ、抜けた！マジか！今のは取ってよ。今抑えて、そのなんか、バウンドした球を取って、俺に投げてくれれば、よかったんですけどね。そしたらかなり、すごいプレイだった。だーいけどね。ちょっと、あれ、厳しいな。やばいやばいやばい。落ち着いて落ち着いて。7番か。チャンス B 持ちか。でも俺、ピンチ A 持ちだから。逆に言えば。おっしゃ！おっと！オッケー！ワンアウト。さてます。ここは全部全球ライジングショットでいくか。全力ライジングショットで。オッケー。全裸。いわゆる全裸。全力ライジングショット略して全裸。よし、行くぜ。ういやオッケー三振いいね。マンジストライク。スタート。ズバーンと。いいね。よっしゃ。おっしゃ、いたいた。助かる。さあ、ここでピッチャーから、始まるってのは助かりますよね。やっぱり、打線が。9、9、1、2の方がやっぱり、先頭で1番を迎えるよりか、だいぶ気が楽ですよ。せいオッケーセカンドゴロ。完全にもう今のは押し込んだ形ですね。はやと。なんか似てるよね、やっぱり、この、なんでしょう、フォームがかなり。すいオッケー、さあ外角、高め。ボール球。振ってこまい。まあ、振ってこないよな、さすがに。振ってこまいって、振ってこいって話なんだけどね。やばいオッケー振ってこいっていう、立場のピッチャーのはずがまさかのね、振ってくるはずないだろうという発言をするというね、申し訳ない。さあ、足元へ投げていこう。おらど真ん中危ない心臓に悪いよ、マジで今のは。本当に今俺、今止まった一瞬。オッケーあ、ファールか。今マジで危なかった、今本当に。怖かったー。うらーオッケー、押し込んだショートゴロナイスキャッチオッケー、うわ、ぶね、うわ、マジか足速いまあまあ、いやいや、オッケー、ツアツアと。逆に次、先頭で4番を迎えたのだったらラッキーと思いましょう。オッケー三振二つ目。おっと、まさかの岩隈に勝利数抜かされてるっていう。やばいやばいやばい。マジか。おっしゃ、いいね、5点。来た、来た。さすが。さすが、うちの打線だよ。おらー！もう完封で抑えるよ、ここはもう。もうね、この打線の援護に、誰が燃えないんだよ。もう、ここ燃えずして、いつ燃えるんだって話だよ。オッケー、ファーストゴロー！ふい。オッケー、ワンアウト。いいね。先頭を切ったのはでかい。ロペスに打たれてんだよな、ヒット。ふい。ロペスは意外と、なんか俺ね、意外とこういうなんかパワー型の選手苦手かもしれない。ほんとね、ストレートだけっていうほんとにそういう制限の上で、パワーがあるっていうのは恐ろしいですからね。おらー！オッケー、押し込んだ！ファーストゴロー！いいね、展開いいよ。さあ、亀井。
亀井にも打たれてるんだよな。そうです。それでピンチ迎えちゃったんですよね。でもその一角のロペスを崩したというのはでかい、かなり。オッケー、あーやばい、亀井うまい流すのがうまい、さすがだよ。いくら速い球で押し込もうが、ああいうなんか流され方したら手も足も出ないですからね。オッケー、はい、4、あ、ダメだ、1個で、あ、ツアートか。オッケー。そうか、ツアートだ、ツアート。危ねえ。よっしゃー。いいよいいよ。展開いい。スタミナもだいぶまだありますね、半分ぐらい。これ7回ぐらいま、うわー、怖っ。やめてよ、ちょっと。あ、シャイ、セカンドゴロ。あ、抜けたか。ピッチャー返し、まだ取れないか。まあ、今のは普通に取れなかったと思う、解釈するしかないか。高木京介。うい。うわー、マジか。ひたすらバントする気だな。いいよ。じゃあ、これは許す。いい、1点ぐらいはもうこの際いいわ。できればゼロで抑えたいですけど。ハヤトを迎えちゃうんで、おー、あぶねえ、今なんだ今の。あぶねえ。うい。オッケー、ファーストゴロ。オッケー、ツーアウトで、でも、ランナー三塁ってことは、だから、もういい。抑えればいいんだ。ヒットさえなければいい。ヒット抑え、ヒットで。ヒットはだ、ヒットじゃダメ、ヒットじゃダメなんだよ。三振最高。おらギャーッ、オッケー、危なかった。完全な失投だったのにね、今。よく教えてくれたよ。ナイス。オッケー、それでもまだ俺はゼロに抑えるよ。アンダーソン。アンダーソンはそんなに怖くないっていう。でも19本打ってんだよな。71打点っていうのがちょっと怖いけど、まあ、抑えていきましょう、ちゃんと。さあ、行くぜ、低め、うしゃー、オーケー、三振は3つ目です、長野。去年ほど三振は取れてないけど、まあいいだろう。うらー、オッケー。岩熊には負けねえ。さあ、最後。外、どうだ、オーケー、4つ目、ありがとうございます。ロペス、さあ、問題はこのロペス。ロペス切っておこう、とりあえず。2,3,4,5 3者連続三振取れたらもう流れはこっちのもんだって話ですよね。全力ライジングショット連発でいくよ。これボール球でいいや。いや、ストライク。おー、ボール球、危ねえ。これは入るかどうだ。おりゃー、まあいいや、まあいいや。はい、これ最後。うわー、オッケー、ファーストゴロ。ナイスキャッチ。オッケー、3人に来たのでかい。クリーンナップを余裕で抑えましたね。さあ。オッケー、さらに1点入れて。もうこんなにね、ピッチャーとして助かるもんないですよ。問題は亀井さんなんだよな。流されねえだから内角攻めよう。うい。オッケー。内角に弱いと見た。亀井さんはおそらく。うわーい、ほらね。オッケー。押し込んだ。アウト。よし。そして、片岡さんは最近ちょっと、なんか結構割と得意だったりして、おわー、じゃあナイスキャッチ、いいプレイ。今のはいいプレイ。リプレイ。ないし。ないし。まあいいや。オッケー。おらー、よしよしよし。明らかに今チームが一丸となっている。俺のために。よっしゃい。さあ、押さえていこう。オーケー。よしよっしゃ。展開いいよ、かなり。どうだ？さあ、8回。お！完封俺に任せる機会？やってやろうじゃねえの。スタミナもギリ余り、ギリ残りそうですしね。多分9回までは。このセペターも多分なんとか。よっしゃ、追い込んだ。三振持ち、A だったら三振。おりゃ！ファーストゴロ。よっしゃ。いいね、いいね、いいね。三振取らなくても抑えればいいんだよ。はやっと、怖い。おりゃ、こうやって、割となんか、ペースいいですからね。テンポよく投げれば、スタミナ消費も減るー。まあまあ、しゃあないしゃあない。ワンアウト、ワンアウト。あ、でもワンアウトの場面でランナー出たのは久しぶりかもしれない。やべえ。やべえ、なんか、なんか10動画ぐらい連続で収録してるから、舌が回んなくなってきた。オッケー、ゲッツー、オッケー、6、4、そして、3! 理想じゃないの。ありがとう。あれ、ちゃんとゲッツー取れたらもう助かるよ。そして、9対0。よし、いいよいいよ、おりゃ、よっしゃよっしゃ、ようやく俺のね、投球術が戻ってきたかもしれない。それ三振の数は少ないですよ。でもいいんだ、それで。ちゃんと三振取っていけばいいの。ちゃんとに、ちゃんとアウトを取っていけばいいの。それがね、先発の役目なの。今日は中継ぎを休ませてやるよ。オーケー、ワンアウト、あと二人、あと二人で、めちゃくちゃ久しぶりの完封。しかも勝利。勝利自体久しぶりですからね。よし、いいよいいよ。おら、危ない危ない。おい、じゃあ、内角。いやー、おっしゃー、決まったね。はい。じゃあ、このボール球でいいよ、ボール球。チョニキ。うい、あー、オッケーオッケー。ツーツー。じゃあ、外角。ストレート、ドラー、オッケー、5つ目。ありがとう。さあ、最後、ロペスを片付けていこう。最後、全球ライジングショットいくよ。全球ライジングショット。外角高め。勝負。おらー、オッケー。さあ、外角低め。3球三振だ。おらー、よっしゃー、6つ目、気持ちいい。
これぞストレートの特急じ投球術よ。ありがとうございます。無四球完封勝利ありがとう。いやー気持ちいい、久しぶりの完封勝利。いやーよかった、最近ほんと調子悪いから何事かと思いましたけど、よかったよ。よっしゃ14勝3敗またトップに躍り出ましたよ。勝利数ダービー見事の完封撃ありがとう。お、リーグ最速200奪三振ありがとう。補給アップよっしゃ。そしておい、パワフルスポーツです。完封勝利記録しました。ファンオッケーありがとう。買い物はいはい。お、私も知ってる、サインもらってもっと。あーやばいな、ストー選手逃げろー。あーそんなに気分悪くなかった、まあいいや、うん逃げるわけもいかないか、ファンがいるんだし。次休みましょう、ゆっくり休んで。いやーいいね、なかなかしっかり抑えてくれて助かりましたよ。8月31日まもなく9月になります。どうしようかな、ちょっとお出かけ、東京にいるんだったらデートしましょう。デートするかな。自分の部屋デート。いやこれ東京か、東京っつったらどっちなんだろう。あーよかった。どうしようかな、8月だから海辺行っか最後。うん、これでどうだろう。あーよかった、気持ちいいですね。よかった、気持ちよかった。まだいいだろう。また今度、まだプロポーズはしない、まだ先だよ。 MVP 発表どうだ。あー俺じゃねえか、残念。まあちおおさよなら勝ち、いいね。マーク引き継がった、マジか。お、え、バファローズもう決まったの、はは、言えな、どんだけだよ。おめでとう、よっしゃ。おー、いいね、さよなら勝ち、3連勝 2連続さよなら勝ち。さあ3連続来いや。おーちゃい、4連勝流れは来てる、流れはもう俺たちのもんだ。9月4日でございます。練習していこうかな、どうしようかな。どうしよう、ちょ、これはいいや。いや、お出かけで飯食いましょう、どっか。どうしようかな。病院行ったって体力回復しねえからな。これはちょっと普通に、ちゃんこ鍋でちょっと、レベル4上がったんだ、なんかあるだろう。おい。お題は4万貯めます。お、たっぷりサービス、たっぷりサービス。特盛りだって、ありがとう。なる、特盛りだから、おお、全開。ありがたい、これは、本当に。あ、大敗、マジか。大敗っていうか、いい試合してたんだけどね、10対11って。9月5日でございます。デイゲームだね。というわけで次回もご覧ください。じゃあねん。